今日から2月です。国際的な原材料価格の高騰などから、さまざまな食料品で値上げとなります。今月、値上げとなるのは、味の素冷凍食品やマルハニチロ・日本の冷凍食品、日水のちくわやかまぼこなどのすり身製品、日本ハムやプリマハムのハムやソーセージ、J オイルミルズの家庭用ナタネ油、青旗のジャム、 キッコーマンの醤油などですまた電力大手10社の電気料金や都市ガス大手4社のガス料金も値上げされます値上げには小麦粉などの原材料価格の上昇や原油の高騰国際的なコンテナ輸送の混乱に伴う物流費の上昇円安などの要因が複合的に重なっていますこれらは簡単には解消されないため 3月以降も幅広い商品で値上げが予定されています。